内田博さんという方のアーカイブです。この方は、県の農業指導部の、だからそれぞれに行った先の農村の風景を当時の写真を収めてもらいました。まあ、農村のいわゆる先ほどの中山梅蔵さんと違ってすごく農村の風景ということで写真を撮られております。子どもたちであるとか、それから実際本として出版されたのは農村で働く女性の姿を捉えた本、写真集が出版されております。まあ、これもそういう農村の風景、例えば本当に面白いのですね、家の中に上がり込んで家から外を撮っているっていうぐらい、その信頼感を得ながら写真を撮影された記録です。内田さん今ご病気で少し体調崩されているということなんですが、この写真およそ6000点の写真を、フィルムに残っておりまして、でこれはどういうことかというと、これも少しその、ホームページですね。どういうアーカイブモデルかというと、内田さんの親子、内田博さんがこの方、息子さんがこの写真を欲しいということで、ね、相談がありました。で、結果と写真的には、内田博さんが撮られた写真は全て県立博物館に、寄贈されるということになりました。でその途中段階で NPO としてデジタル化させていただけないかということで、このご子息さんにお話をしたところ、まあ、快諾をいただきまして、およそ6000点の、フィルム、それからプリントをしたものをデジタル化をして今公開をしております。まだ全てではないですが、写真を撮ります。これも会のグラフ数のコンテンツとして今公開をしています。でこの辺でそろそろ僕さんの言いたいことがなんとなく伝わってきたのかなっていうのもあるんですが、実は実際僕たちはデジタルアーカイブをして、みんなで作るという落とし穴があるんだなということを実感しました。というのは先ほどの、版画集もそうです。それから、中山梅蔵さん、内田博さん、実は特定の個人が取られた地域の記録の方がアーカイブの対象になりやすいんだということが僕たちの活動の中で見えました。むしろ参加型という形で呼びかけたところで、むしろその呼びかけに対する労力があまりにも多いので、その労力があるんだったら個人が持っている写真を中心に集めておいた方がいいんじゃないかということに少し切り替えは今起こっています。といってもこの先またちょっと参加型をやるんですが、結果として参加型のデジタルアーカイブになっているというところが目的であって、これが最初の目標として参加型で皆さんどうぞというのはちょっと難しいかなというのは私が実際に体験した中での感じです。むしろ必要なことは場をどう提供するか、一方こうやって皆さんこうやって知恵を出し合ってどういう形で参加型を作ろうかという話をしている反面、普通の人たちは YouTube に動画をアップしたりとか、ミクシーだろう、そういう写真共有サイトにどんどん一方でアップしてるんですね。でしかもお金まで払ってそういう活動をしている方も少なくはない。そう考えると参加型のデジタルアーカイブを作るときに何を作ったらいいのかということを考えなければならないと思います。課題として、思っているのは、まず僕はデジタルアーカイブの対象というのが一つあるだろうと。どうしても地域の記録というふうに広げて、まあ、広げといっていくのかな、一般の人は地域の記録と言われてもよくわかんないどうしてもなりがちです。デジタルアーカイブの対象というのはどんなものがあるのかということを伝えていきたいと思います。それから先ほどプラットフォームという言い方になりますが、その基盤です。実際例えば具体的に言えばその先ほどのみんなで作る横浜写真アルバムのようなああいうサイトをどう作るかということですね。そこに多くの人が魅力を感じて自分から自らも黙っててもお金払ってても写真をアップロードするような場を作るというようなことが必要だと思います。それからデジタルアーカイブの事業化です。今 NPO としては特にデジタルアーカイブで収益を上げているわけではないんですが、一つの目標として、まあ、言っちゃおうかな、デジタルアーカイブで飯が食えないかなっていうのが僕たちの一つの、大きな、課題です。むしろそういう仕事についてある意味、まあ、リッチな生活ができるとかですね、デジタルアーカイブをすることで、まあ、普通の食べて暮らす分には困らない生活ができるとか、そういう事業化が起こらない限りはデジタルアーカイブはいつまでたってもボランティアでしかないんです。なのでその本当に持続的継続的なことをやることに関して言えば、デジタルアーカイブで虫が増える状態を作りたいっていうのが僕たちの一つの目標となります。で、まずデジタルアーカイブの対象、まず個人のアーカイブということを重視しようと思います。これは先ほど中山梅蔵さんにしても内田博さんにしても、結果として今僕たちは地域の記録と捉えているんですが、その方個人ができた写真の集まりなんですね。個人が撮った写真であり、あるいは個人が撮られた写真かもしれない、そういう個人
人のアーカイブというのがあるということをきちんと僕は言うべきじゃないかなと思っています。同じように、家族のアーカイブ、もうこれは言うまでもないことです。まあ、いわゆる家族のアルバムですよね。岸辺のアルバムなんて物語がありましたが、川に流され、増水した川に流されている家にで何が大切かというと、家族で撮った写真だった、アルバムだったということもあります。そういった個人や家族のアルバム、こういったものからまずデジタルアーカイブしてみましょうよという話を、結構はこれからしていきたいと思います。でそういったものの中に必ず、学校の時代のアーカイブが、の写真があったりとか、その地域だったりとか、あるいは所属した企業だったり、あるいは団体だったり、地域社会だったり、そういった接点が必ずありますので、そこから少しずつこう公開といいますか、共有の場に出していく写真が自分のアルバムの中にあるんだということを気づいてもらいたいなというふうに、こちらには考えています。そういうデジタルアーカイブの対象、地域の記録っていうよりは、もっと身近な自分のアルバムの中にあるものをどう公開の場にデジタル化して出すかということが、まず近道かなというふうに僕たちは感じています。だからプラットフォーム。今こう僕たちは2つのプラットフォームのスタイルがあるんじゃないかと思っています。1つはフリッカーと呼ばれる方、どちらかというと写真そのものをストックする場所としての、ウェブサービスですね。そしてもう1つはこちらポルタルですが、これは国立国会図書館のデジタルアーカイブポータルということで、どこにどういうデジタルアーカイブがあるかという情報だけ持っています。なので1つは実体としてのデジタル、まあ、デジタル画像データをストックしている、デジタルアーカイブのスタイル、もう1つは、どこにそういうデジタルアーカイブがあるのかということを持っている目録、いわゆるメタデータですね、そういったもののデータベースが必要なんじゃないかと思っています。で多分目録型の、デジタルアーカイブのベースの中には、さらにそのデジタルアーカイブをどう組織化していくか、ということが、あるかと思います。先ほど横浜写真アルバムさんの中、みんなで作る横浜写真アルバムさんの中にあった物語といいますか、そういったものを作るということも、実は一個一個アップロードされた写真の中からどうそういう性格づけを作るかということが、これから大きなその付加価値といいますかね、例えば時代とかテーマとか場所とか、そういったものがいろんな方からアップロードされた写真をある括りでくくらないと物語が作れない。むしろ物語を作るためにそれぞれのデジタルアーカイブをどう組織化していくかということが重要になります。組織化にはよく、場所、それから時間、五十音順、あるいは、順序、序列、それからカテゴリーみたいな言い方があるんですが、それ以外にも、例えばそのなんとなくこうくくってみるグルーピングの方法、それから全体の物語を紡ぐための一つのアイテムとして作っていく方法、そういったものがデジタルアーカイブのそれぞれの要素を、まあ、組織化する方法としてあるんじゃないかと思っています。そしてこの持続可能な活動に向けての事業化